Hello, this is Hiroshi H. and a s a i H. Japan.A strange object on Mars 火星の謎の物体 part 2 Assai H. さんがですね、1671号で紹介しました火星の謎の物体についての情報を届けてくださいました。それを紹介します。緯度経度はここに示しておきます。 で、これが1671号で皆さんに紹介しました。火星の謎の物体です。この丘の、まあ、上にですね、このような奇妙な物体が映り込んでいました。オプチュニティ・ローバーによって撮られた写真です。で、これが何かっていうことなんですよね。まあ、綺麗になっていますか。球体、球形の形をしていると。まあ、ドームですよね。それがこうして、まあ、丘の上にあるということです。で、これは何かっていうことですけども、 まあ、今回ですね、浅井英治さんがその座標を教えてくださいましたので、まず皆さんをそこへ案内いたします。これが火星です。で、この火星の、まあ、中心って言いますか、このあたりにあるわけですね。矢印のところをご覧ください。で、ここに、球体、もう上から見ても、まあ、 円円ででね、ね。下から見てもとととということはまあ球体といううここは球体になるわけです、ね、そしてこの線が気になりますね。この線は自然にできたものなのか人工的なものなのかということですけども、これはこちらの線の方が、なんて言いますか、一つの決め手になるのではないでしょうかね。やはり人工的にできた線のように、まあ、作られた線のように見えます。そしてこれはゴルフボールのようにですね、表面が点々となっている。そしてあの、こうして近づいてみますと、 明るさが全く違うというところに注意してください。要するに、白っぽいということですね。まあ、白黒写真ですから、色はわかりませんけども、白っぽいということです。で、こうした球体がある。これは、あの、山の斜面に、まあ、あの、へばりついているというよりも、山の、この丘の向こうに、そうした球体、 のものがあるということになりますね。で、下の写真と比べていただくとわかりますように、丘がありますね、手前に。そして写真はですね、その下の広場の方から撮られたと思われます。まあ、平らな大地のようになってますからね。ですから、この球体の物体はその丘の向こうにあるということになるわけです。となると、まあ、本当にこれはあの球体なのかもしれません。ゴルフボールのようなものがですね、その丘の向こうにあるというふうに考えられますね。で、この黄色いところが、まあ、 第一って言いますか、えー、opportunity Rover が、まあ、写真を撮ったところということになります。その上はですね、あの、まあ、険しい崖のようになってる感じですね。で、これは浅井英司さんがですね、掲示板の方に届けてくださった、まあ、より鮮明な写真ということになります。で、こう、やはり同じように、こう、ゴルフボールのような感じで、くぼみが見えますね。 まあこれゴルフ、巨大なゴルフボールだといえばゴルフボールになるのではないでしょうか。で、やはりこの直線に皆さん注意してください。こうした直線というのは自然にはできないもんですね。そしてこの地層が違うと言いますか、縦線がサさサさッ,ッと走ってますね。なあち、ますます私はイエスに近づいてきたということになります。これはまあ人工物とほぼ断定していいんじゃないでしょうか。 これを人工物ってないという方が私は無理があるのではないかと思いますね。が、もちろんだからといって確定的なことは申し上げられません。なんだと思いますかまあ、あの前回に続いてですね、皆さんの投票をお待ちしております。まあこれがですね、人工物ってあると思う人はイエスの方に一票を入れてください。皆さんの投票をお待ちしています。ということで、まあ、1671号この後に繋げておきますから、どうぞこのビデオをお楽しみください。楽しいですね。 ワクワクしますね。朝日さん、久しぶりです。ありがとうございました。バイ !Hello, this is Hiroshi h a y a s h i Hamama City Japan. 皆さん、こんにちは、えー。5時間ほど前にですね、16715を発行しました。そして、まあ、火星のですね、あの、まあ、謎の物体について、 皆さんに動画を見ていただきました。そして、まあ、アンケート調査の形でですね、まあ、何人の方がですね、これを訪問かと思うかということをお聞きしました。で、今のところですね、ちょうど5時間後の今、ちょうど9時半頃ですけども、アクセス数がですね、412件です。その中の50人の方が、まあ、あの、イエスと、そのように答えてくださいました。で、かなり、まあ、 大きい、大きな数だと思います。50人というのはですね。で、実は私も一票入れました。やっぱりこれは私はイエスかノーかと言われればですね、極めてイエスに近いイエスと、まあ、イエスとは断言できませんのでね。ですから、まあ、イエスに近いイエスということで、まあ、あの、イエスと入れさせていただきました。ということで、続くビデオ、あの、どうかご覧ください。 まあ、発端はですね、世田谷の黒猫さんからこのようなメールをいただいたことです。まあ、それには、あの、こうした写真がですね、何枚か添えられていました。で、ここにあるのは何かっていうことですよね。で、まあ、あの、ウェブサイトのアドレスなんかもありましたので、一応、さ、さっと眺めさせていただきました。で、これはま、本物だなぁと、 いうことなんですけども、この世界もとにかくフェイクも多いし、いたずらも多いですからね。ですから何とも言えませんが、まあこうした写真が流出しているってこと,ということだそうです。で、これが何かってことですけども、前提としてですね、これがまあ、その、実際 NASA から漏れてたあ写真であるという前提で、まあ考えますとね、まあそれはわかりませんよね。これもうとにかくわからないのがこの世界でしてね、 あの、下手に言って言いますか、あの、うかつに言って言いますか、なんて言いますかね、油断してこう、あの、入りますと、大抵、ま、焼けとします。ですから、まあ、ま、なとも言えませんね。ですから、ま、一応前提としてね、もしもこれがですよ、あの、本当に、か、あの、火星で撮られた写真であり、本物であるとするならば、では、これは何かということですよね。で、まあ、地面に対して、まあ、なんて言いますか、あの、水平に立って、 立ってるっていうか、建物ではなくて、斜めのね、山の斜面に、そのまま、まあ、接線って言いますか、対して、直角にこう、据えられているところを見ますとね、いわゆる傾いて、えー、あるところを見ますと、まあ、建物ではないと。まあ、わかりません。それは、何とも言えませんがね、この円形の建物かもしれませんが、ただ、あの、窓らしきものも見えるもんですからね。それでちょっと気になるわけです。で、これは何かってことですけども、まあ、本当に何かで終わるわけですね UFO。UFO 問題の難しいところはここなんですよ。いわゆる検証ができないんですよね。 で、まあ、その、今ではね、フェイクにしても、いたずらにしても、本当に巧妙と言いますか、あの、まあ、まあ、見分けがつかないようなものを作、作りますからね。まあ、この程度の、例えば逆に言いますと、あの、偽物を作るというのは、そんなに難しいングじゃないような気がしますけどもね。まあ、要するにこうしたものなんですよね。で、窓が下の方にあって、右から二つ目の窓がやや下に下がってるかなっていう感じがしますけどね。まあ、ドアかもしれません。まあ、いろいろとね、ロマン、ロマンですよね。もうこれこうなるとね。 まあ、ということで、まあ、世田谷の黒猫さんから紹介していただきました、まあ、写真を皆さんにご覧いただいています。で、ある方が、まあ、あの、書き込み欄に、あの、書いてくださったんですけども、まあ、こういう形でね、少しずつ NASA の方も、その、情報をリークして、私たちに、まあいわ、いわゆる庶民をですね、慣れさせているのではないかという意見もありました。まあ、考えられなくもありませんけどもね。あの、まあ、いろいろ考えますけども、まあ、 これはまあ、そういったものもあるのかなという、まあ、まあ、お楽しみというふうに考えていただければ結構です。まあ、火星にはこんなものがあるかもしれないという話でした。どうも、あの、それでは、バイ。 Spacecom website writes as follows Mars was known as the Fire Star to ancient Chinese astronomers, and scientists are still burning with questions regarding the red planet. Even after dozens of spacecraft have been sent to Mars, much remains unknown about that world 火星は中国語では火の星と呼ばれていました今でも火の星で赤い星についての謎の火は今でも燃え続けていますすでに何十もの探査機が 火星にに送られていますが、未だに未知のことばかりでは次々と新しい発見が繰り返されていますが新しい発見があるたびにさらに謎が増えるといった風ですここに紹介している写真はその謎のほんの一部ということになりますが それでもこんなにたくさんあります。が、なぜ謎なのでしょうか。理由は簡単です。謎の大前提が反対だからです。つまり、この太陽系に住む知的生命体は人間だけという大前提です。その大前提で考えるから、謎が謎を呼び、訳がわからなくなるのです。が、その大前提を一度ひっくり返してみたらどうでしょうか。 この太陽系に住む知的生命体は人間だけではないとですするとすべての謎がそのまま氷解しますつまり謎が謎でなくなってしまいますこの動画の中では林浩の手法でその謎について考えてみますもし火星にあるものと同じものがこの地球にあるとしたらあるいはその反対でもよいのですが つまりこの地球にあるものと同じものが火星にもあるとしたらあなたはそれをどう判断しますか同じものです長さが5 0 0キロ以上総延長が数千キロから数万キロに及ぶ大運河ですあなたはそれをどう判断しますか画面を見ながら説明します 今ご覧いただいているのはミスターエニグマという方の動画の中に紹介されている火星で発見された奇妙なライン群ですでこのラインがですね縦の幅だけでも350マイル前後あるというのですキロに換算しますと560キロです500 60キロですよそしてそのラインにはですねこのようなまあ黒いと言いますかこの画面で見るとですね黒いまあ四のようなものがついています、まあ、これは明らかに人工物ということになります自然が作り出したものではないということですねでこのラインは何かということです皆さん自身の目でしっかりと確認してくださいこのラインですねで火星の大地に このようなものが現在,今現在の今も存在するということですでこれをどう解釈したらよいかということになりますがこれと同じものが実はこの地球にもありましたでは皆さんをその場所へ案内しますこれはエイ宮崎さんという方が私に教えてくださったものです 場所の名前もまだないというその場所にこのようなライン軍が集まっています。で、私はですね、諏訪次郎運河と勝手にまあ呼んでいます。この辺りの地名がですね、諏訪次郎と呼ばれているからです。で、これが A ・宮崎さんからの報告です。で、これがですね、まあ、ある学者によるとですね、人工的な大運河であるというのです。 そしてその大運河はですね、私のライン理論とも関係していると、でまずその坪次郎の大運河を見ていただきます。で、向かって右側、東側にですね、大きな川があります。その川,川を中心にして、このようなまあラインがまあ走っているというか、作られているというか、それは皆さんの判断にお任せしますが、 ある現在、今もあるわけですね。で、この幅だけでも2キロ前後あるわけです。そうしたラインがですねこのように平行になりながら、まあ、やはり500キロ近くにわたって伸びているということです。で、総延長が数万キロということになります。これはもう、なんて言いますか、自然が作ったとしか言いようがないわけですね。もしこれをですね人間が作った と考えてしまうとですね、まあ、さらに深い深い謎にまあ落ち込んでしまうというわけです。で、宮崎さんがおっしゃるには、この大運河はですね左上、ティオティワーカン、そして右下グイ、グレートジンバーベエとつながっている、その真直線かといいますか、そのラインと重なるというわけですね。ですから、これはまあ人工的に作られた運河と考えるのが正しいのではないかということです。で、この運河と同じものが、 まあ火星にもあるう一度確認していただきたいと思います。で、宗次郎運河ということになりますで。先ほども言いましたように、まあ、このラインを見てですね、これは人工的に作られた運河であると、まあ、主張している学者の先生もいらっしゃいます。で、これがまあ下側になりましたけれども、東側にまあ水を見ていますが川がありますね。そのの川からこのラインが 伸びていいるということですね。この長さだけでも1 2 5キロあります。そしてこの幅だけでも3 2キロあります。そういったそのまナ、あ、まあなんて言いますか、ライン群なんですね。で、やや斜めから見てみます。それが、まあ先の方まで永遠と続いているということになります。まあ、意図度はここに示しておきますから、皆さん自身でご覧になってください。そして地上に降りて、 降りてもですね、まあ、このその辺りの写真を拾ってみたんですけども、まあ、どこにも運河らしいといいますか、そうした直線の川らしいものは見えないということですね。まあ、このような、まあ、もの場所なんですけども、遠い宇宙から見ると、先ほどのようなライン群となって見えるということです。そのまあライン群に沿ってですね、まあ、このような、まあ、緑と言いますか、緑相帯と言いますかね、それがまあ位置するということです。 で大きさを比較していますね。上が蝶次郎運河ということになります。下が日本、ジャパンですね。でちょうど東京から琵琶湖ほどまでの距離に、まあ、同じということですで。この幅だけでも250キロあるということです。まあ、こうしたそのライン群がですねこの蝶次郎運河を周辺に、まあ、その右上の方、あるいは右下の方にもあるということです。でもう一つ蝶次郎運河に支点を下ろしてみます。 でこのある学者によると、ですねこの運河が所々であので斜めに、ね、あの接続されているということなんですね、そうしたところから、まあ、あのこれは自然にできたものではない、明らかに考えように、まあ、人為的と言いますかね、ね人工的に作られたものであるというふうに、まあ、その学者の先生は判断しておられるようです。まあ、これをですねどう解釈するかということです。ジジョン・ジェンェ という学者ですねでこの先生はこのオ次郎のこのライン群は自然によってできたものではなくて、えーまあ、あの人為的に、ね、作られた人工運河であると主張なさっておられます。まあ、これをですね人工運河と認めてしまうと、まあ、今までの、まあて言いますかね、人類史、考古学が、まあ、全てひっくり返ってしまうということもあるわけですね。ですからまあ 高校学者の先生たちや人類学の先生たちは絶対に認めることがない、まあ、事実と言ったらいいんでしょうか仮説と言ったらいいんでしょうかということになりますで、まあ、検証してみますがもう一度確認しておいてくださいこの場所ですねでここに蕾次郎ヒルっていうのがあるわけですでエ宮崎さんはここに蕾次郎ヒルがあるからこの辺りをですね蕾次郎運河と まあ呼ぶこことととににしようといういなったわけですでこの今のその苺次郎ヒルなんですけども、まあ、こうした原野といいますか大平原が広がっていますでその苺次郎ヒルにはですね例によって例のごとくこの壁画が残っているということですまあ何千年とか何万年という年月を経てもですねこのような壁画が残っていること自体も謎なんですよ 現在、私たちが使っているペンキにしても、ですね、ペンキ会社の方に問い合わせましたところ、まあせいぜいに三3 0年しか持たないんだそうですが、こうした絵がですね、まあ、それ以上に残っているということですね。そして、ここがグレート・ジンバブエです。私がですね、いわゆるまあ人間奴隷収容所と考えている場所です。そして、ティオティ・バカにラインを引きます。右が、えー グレート・ジンバーエ、そして左がティオティ・ワカンです。その直線は先ほどの長次郎の大運河の、えー、上真上をです、ね、通るということですね。そしてそのラインはこのようにきれいに重なるということです。まあ、これもライン理論の一つということになります。えー、フェルムク・パンのラインと同じ方式ですね。ラインそのものが方向を示しているということになります。右下がグレート・ジンバーエ、左上左上がティオティ・ワカンです。 あのそのフェヌクパンにはですね、ティオティワンからのライン、それからグレートジンバベエからのラインもあるんですよ。で、このツオジロのラインをもう一度しっかりと確認してください。つまりこの上の黄色いラインがグレートジンバベエとティオティワンをつないだラインです。その線と真平行になるということですね。で、結論ということになります上がツオジロ運河です。 その幅はですね、日本の東京から琵琶湖、この部分だけでですよ、250キロという、えーまあ、距離があるということですね。まあ、いくらなんでも、これほどまで長くですね、いくらアフリカ大陸であっても、えー、直線が平行に並ぶということは、私はありえないと思います。が、逆にですね、じゃあ、これが人工的かどうかということも、これまた言えないわけですね。あまりにも巨大すぎるわけです。 まあ、私たちの人間のです、ね、常識をはるかに超えているということになります。で、この総重労運河と同じものが火星にもあるということになります。つまり、これらの運河はですね、私たちのテクノロジー、人間が持つテクノロジーをはるかに超えるテクノロジーを持ったエイリアンによって作られたということになる。 ととといいうう可能性があるということになりますでもう一つ、つおじろう運河とです、ね、火星のライン群と比較しています。えー、左がつお、まあ、じろう運河ということになります。その下が,です、ね、これが火星で発見されたライン群です。90度回してみました。そして並べてみました。そして色を落としてみましたが、皆さん自身の目で判断してください。上が地球です。下が火星です。 この赤い丸で囲んだ部分をもう一度見てください全。全く同じです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 。もう一度繰り返します。全く同じです。全く同じです。ですそのラインの幅もほぼ同じと判断できます。こ,のこれが事実です。で、上がですね。私は 私もですね、運河と判断していますとなりますと下の火星のライン群も運河ということになるのではないでしょうか遠い遠い昔火星がですね、まあ、温暖化して、まあ、水不足にな,なりつつある時にですね、ひょっとしたらですよ、これは私の SF 的な火星ではありますけれどもその火星に住む火星人たちがですね、懸命に懸命にまあ 運河を作り、火星の温暖化を止めようとした、というふうに私は考えています。あくまでも仮説です。そうした、まあ何て言いますか、仮説を裏付ける、まあこうした謎の物体がですね、次から次へと、次から次へと発見されているということになります。えともかくも、火星のラ来ン群は、その向こうに悲しい、悲しい、とても悲しい火星人の、 過去の歴史が刻まれているのではないでしょうかとまたそのように考えることは何だ不自然ではないと私は考えていますまあこうしたその謎の物体といいますかね、えー、謎また謎が次から次へと火星で発見されているということですつまり私たちが持っている大前提そのものが反対だということに ななのではないではいしょうか繰り返しますがこの太陽系に住む知的生命体は人間だけだというふうに考えるから訳が分からなくなるのですそうではなくて大前提えつまりこの太陽系に住む知的生命体は人間だけではないというふうに考えると ここううした謎も全て解けるということいになりますつまり今こそ私たち人間は自らの発想を転換してそしてあえて言うならば人間はこの太陽系の猿でしかないということを認め納得しそして謙虚になることではないでしょうか人間だけが知的生命体であると考えてそしてその大前提でこうした謎を考えるから 私は訳が分からなくなくるというのです最後にもう一度この火星のライン群を見てください。これはまさしく大運河ということになるのではないでしょうか。その向こうには火星人の悲しい悲しい歴史が刻まれているということになります。Bye for now! The largest white array man-made or at least non-natural structure in the world is in fact an ancient teller formed systems of agricultural aquaculture canals in northwestern Botswana and northeastern Namibia north of the Kalahari Desert in southern Africa. Obviously quite ancient. The canal systems no longer provide free flowing water throughout its 105,000 mile array, but many sections show obvious intention to provide cross sectional irrigation. Then I would like to ask you to ask yourself which one of us is more stupid one who says this is a human creation or one who says this is an alien creation. If you claim that This was created by humans. I never hesitate to say don't be stupid. ボツワナの北西部、ナンビアの北東部、南アフリカにあるカラハリ砂漠の北に、この地球で最大の人工運河があります。人工運河があります。それはまさしく世界最大、農業用に作られた人工の運河ということになります。 明らかにそれは古代のものであり、現在は水は流れていませんが、10万5千キロ。10万5千キロに及ぶ大運河です。またその運河は互いに交差しながら灌漑システムとして配置されています。で、これからその運河を紹介しますが、あなた自身にこう通ってみてください。これは人間が作ったものという方が馬鹿げて見えるのか それともエイリアンが作ったものという方が馬鹿げて見えるのかと。もしあなたがこれは人間が作ったものというのなら私はあなたにこう言うでしょう。バカ言っちゃいけないよと。広瀬林、浜松市、ジャパン。では画面を見ながら説明します。この情報はエイ、宮崎さんからいただきました。で、この運が ツオディロ運河と名付けます。というのはですね、名前を調べたんですけども、名前がないんですね。ですから、この一番近くにあると言いますか、中心部にあるツオディロヒルズですね、丘ですね、を、あの、の名前を取りました。で、ここがツオディロ運河のあるところです。線が見えますですかね。縦にサッサササッと走ってますね。これが人工の運河というわけです。この黄色い幅だけでも96.5キロあります。そしてこの縦の長さだけでも125.1キロあります。 まあこの長さだけでですよ。そしてこの幅が32キロあります。まあ、その長さを基準にして、まあ大きさを想像してみてください。で、このスオーディローヒルに、まあ、降りてみますが、えー、宇宙から見るとこのような直線が見えるそうですけども、地上に降りてみてもですね、どこにその直線があるかわからないというような雰囲気ですね。で、これはランタムにそのあたりから拾えるだけ写真を拾ってみました。 で、この運河らしいものがあってね、それをまあ判別できるかなと思ったんですけども、そうした様子は全くありません。なおちこの運河はですね、宇宙から地球を見ることができる人によって作られたと私は考最初に考えたわけです。そしてその大きさですね、10万5000キロですから、あの総延長がね。で、サイズを比較してみますと、これがツオディオ運河、うん、の幅です。まあ、端から端引っ張っていました。その長さはですね、 富士山からちょうど琵琶湖の橋までの長さと同じになります。長さが250キロです。この長さにわたって直線のですよ。直線の運河が平行に何十本も走っているということです。で、もう一つのツオディオヒルに戻ってみます。で、このツオディオ、そこにツオディオ運河があるわけですけども、この、まあ、運河と運河の幅が2.14キロ。ここの、ここがですよ。そして、 その次が、この長さが2.13キロ。そして2.08キロ。まあ2キロですよ、皆さんね、幅が。そしてこうした運河が平行に、かつ直線に作られているということです。2.26キロですね。で、ジョン・ゼンセンいう方がですね、この運河の研究をなさっておられます。で、これはもうマンメイドだと。自然によってできたものではないと。人工で 人工物が人間によって作られたものだということを主張し、現在はこの運河はですね、世界遺産に登録されています。そして地上最大の人工運河、なわち、えーまあ、人工の建造物としては、この地球上最大のものであるというふうに、この、えー、先生は断言なさっておられます。で、その運河の長さが10万5000キロ。はあ、考えてしまいますね。 で、この広大な面積に整然と並んでいると。で、かっては、この、この東側にある川からですね、あの、まあ、水が引かれていたということになりますね。で、検証しています。ここがツワディロ丘ですね、ヒルズです。で、エイ宮崎さんはここが、まあ、なって言いますか、現場監督の、ね、中心点ではなかったかというふうにおっしゃっておられます。この丘の上からですね、まあ、現場指揮をしたと。そういうことなんですね。で、これが、 ソーディロヒルです。まあ、丘ですね。ヒルズです。で、ここにはですね、大変興味深いことに、実は壁画が残っているんですね。こうした壁画があちこちに残っています。これが一番目立つ壁画だと思われます。こうした壁画、おそらく、まあ、1万年、2万年という単位以上の年月を経てですね、こうして今残っているということですね。やはり赤茶けた、まあ、円を使っているということです。 それで、A. 宮崎さんのライ,ンライン理論を紹介します。A. 宮崎さんがこのラインを発見してくださいました。グレートジンバブエです。まあ、奴隷の私は、まあ、収容地点であったというふうに考えています。そしてそこからテオティワンの月のピラミッドに線を引いています。えー、その下のあの、フェルク・バンニムはですね、えー ティオティワカンの月のピラミッドからの線があるんですよ。それともかくも、この黄色い線がティオティワカンとジンバブエをつないだあ線です。その線と、この運河のラインが平行に走っているところに注意してください。ならち、この運河はですね、正確に、えー、東へ行けばジンバブエ、西へ行けばティオティワカンを示しているということになります。そしてその真直線下に、この、まあなんとも言えませんね、ツ、え、ワ、ー、ディオヒルズがあるということです。 大変、こうなんて言いますか、微妙な意志といいますかね、えー。そしてそこには古代の、超古代の壁画が残っているということです。この黄色い線を見てください。そして運河と平行に走っています。これは偶然とはもう言えませんね。そしてこの運河をですね、もう一度皆さん自分に通ってみてください。10万5千キロですよ。高校バクバクとしたあの大平原にですね、今、まあ、砂漠化してますけども、こうした運河を平行に、誰がどのようにして作ったかということですね。 いわゆるまあ富士山とディアコの間とほぼ同じである。大工事ですね。まあ何十本も透明、高速道路を作ったような感じではないでしょうか。で、これがティオティワカン左がティオティワカンです。そして右がジンバブエの、グレートジンバブエのグレートインクロージャーです。そしてその真直線下にソーディオヒルズがあるということです。そしてその運河は 正確にジンバーベーとテオリワカンの方向を向いているということですね。で、これは人間が作ったものなのか、それともエイリアンが作ったものなのか。冒頭で言いましたようにこれを人間が作ったというならば、私は迷わずにこう言うでしょう。バカ言っちゃいけないよ。いかがでしょうか。エイリアンの土木技術力についての動画をつなげておきます。どうかご覧になってください。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about West Balai, Cambodia, a giant man-made lake. Wikipedia says as follows: The West Balai is a ballet or reservoir at Angkor, Cambodia. Oriented east-west and located just west of the walled city Angkor Thom. rectangular in shape and measuring approximately seven point eight by two point one kilometers. The West Valley is the largest valley at Angkor. Its waters are contained by tall earthen dikes in the center of the valley is the West Meban. アンコールワットの西に、西バライと呼ばれる人工の湖があります。大きさは 7.8×2.1 キロメートルです。大きな湖で、11世紀頃に建設が始まったそうです。 人工の湖です。が本当に人間が建設したものでしょうか長さが7 8トルですよ。湖ですよ。が人間は人間が作ったものだと主張します。正確な長方形になっていますから、自然の産物と思う人はいません。だから人間が作ったと。その可能性はないとは言えません。がこうした湖はここだけを見て判断してはいけません。例えば、バーミアには奇妙なダムがあります。 これは自然の産物と言われています。人間が作るのは不可能だからです。が本当にそうでしょうかさらに半角があります。日本のビワコと大きさを比べてみました。この半角カは綺麗な円形を描いています。大きさからしてこれは人間が作ったと思う人はいないでしょう。何しろビワコよりも大きいのです。現在の土木技術を使っても不可能と思われます。また現在の土木技術を使って作るとしても無意味です。 が皆さんはこう言うでしょう。人間が作ったという可能性はないわけではない。だから人間が作ったと考えて、どうしておかしいかと。ならばお尋ねしますが、ボリビアのモシオスはどうなのでしょうか何百と人工庫が並んでいます。大きいのは長さが 20km もあります。20km ですよ。がもしそれが1個だけなら皆さんはこう反論するでしょう。自然の産物だ、と。 が、そうした湖が何百もあり、そして皆同じ方向を向いています。しかも堤防は幅数十メートル前後です。人工の堤防が築かれています。場所によっては幅が数百メートルですよ。で、その建設方法がカンボジアのバライコと大変よく似ています。平地の上に巨大な土手を作り、そこへ水を溜め込んでいます。 だから現在では、それが自然の産物と主張する学者はいません。首をかしげています。つまり、人工の湖です。つまり、カンブジャのバラエコも同じレベルで考える必要があるということです。人間が作ったものというレベルではなくて、人間が作ったものではないというレベルでです。もっとはっき言れば、まず、負けを認める。認めた上で謙虚になるということです。人間だけがこの地球の知的生物と考えるから、わけがわからなくなるのです。 謎の袋工事に入ってしまうのです。もっともだからといって、カンボジアのバライコの建設にエイヤンが絡んでいたということにはなりません。それを証明するには、この先、いくつものハードルを超えなければなりません。が、ボリビアのモシオスの湖について、自然が作ったものであることを証明するのは、もっと難しいということです。さらに多くのハードルを、ハードルを超えなければなりません。 100歩譲っても、もしオすはいつ誰がどのように作った、作ったというのでしょうか。一方でそれを説明しないまま、人間が作ったというわずかな、わずかな可能性にしがみついて、カンボジアのバラエコは人間が作ったものと簡単に断言してしまう。私はそういった姿勢の中に、人間が持つ本来的な傲慢性を垣間見る,の見るのです。繰り返しになりますが、今こそ人間が負けを認める時期に来ているのではないでしょうか。負けを認め謙虚になる。 この地球に住んでいるのは人間だけではないんだよ、とです。そうすれば、つまり視点を逆転すれば、今まで謎だと思っていた謎が向こうから解けてきます。カンボジアのバライコも、バーミアンのダンも、ハンカクも、そしてボリビアのモシオスもです。もしそうでないというなら、もう一度モシオスの水を見てください。長さが 20km ですよ。どれも綺麗な米粒の形をしています。同じ方向を向いています。数百もあるんですよ。 その延長線上にハンカコがあり、バーミアンのダムがあり、そしてカンボジアのバライコがあるのです。私はそう考えます。つまり、視点を逆転するのです。皆さんもそこを原点にして、つまり視点を変えて、謎解きを始めてみられたらいかがでしょうか 長い前置きになりましたけど、これがボリビアのモシオスです。同じ方向を向いています。米粒の形をしてますね。で、この部分のモシオスの湖はですね、えー、長さが4.8キロ、幅が2.9キロです。 まあこれ、まあ標準的になっていますか、この辺りでは普通の大きさの、まあ湖ということになるわけですね。そして土手の幅がですね、数十メートル、あるいは数百メートルあるということですね。それだけの土地を盛り上げて、そして平地の上にこうした湖が作られているということですね。ご覧ください。平地でしょそして周りに土手が盛られて、そして湖となっているということですね。まあ考えようということになっているわけですけどもね。えー、誰がいつ まあ、このような湖を作ったかということですね。しかもその方向がみんな同じっていうところが気になりますね。ですからもうこれはもう、あの、考古学者の先生たちも、人造庫と認めています。そして、まあ、文献によればですね、首をかしげていると。まあ、そういうことなんですね。もう一度、あの、ボリビアのモシオスを見ていただきたいんですけども、ここにモシオスがあります。 ここが重要ですね。すなわちですね、視点を逆転するということはですね、人間が作ったという、まあ下、下の視点から見るんじゃなくて、人間が作らなかったという逆の視点からものを考えていくということなんですよね。で、こうして、まあ、こうした、まあ、湖ができているわけですけども、綺麗な、その、なってますが小岩に注意してください。 綺麗でしょスーッとなってます。円を描いたような交換をしています。この幅、が長さが20.7キロありますからね。皆さんの家の周囲でですね、20キロ先がどこまで行くか、ちょっと考えてみてください。で、これが半角です。半角も、はですね、同じように綺麗な曲線してますけども、琵琶湖、同じ高度から見た、まあ同じ縮図ってことになるわけですけどもね。あ見ていただくとわかりますように、まあ。 ピアコの数倍って言います。幅だけでも数倍ありますね。そして上の曲線を見てください。これは後でも紹介しますけども、綺麗な曲線なんですよ。あのー、まあ、真一直線に近いというぐらい綺麗な曲線となっています。まあ、これ、半加工も自然のものかということになるわけですね。で、まあ、あの、もう一度、その、シ集数に戻っていますけども、 ここが今日のポイントということになるわけですね。なわち、もしオスはこれは、あんまり、あ、いわゆる自然の産物ではない。もし一個ならね、先ほども言いましたように、一個なら自然だって片付けられてしまっていたでしょうね。しかし、まあそうした同じコンセプトで作られた、この湖がですね、まあ数百もあるということですね。大小様々。そしてこれが、まあ考え用のため息として、池として機能しているということなんです。で、左上がカンボジアのバライですね。そして、えー 右下がですね、えー、ボリビアのモイシオスです、まあ。同じコードからやはり見てみました。で、同じコードで見てみますと大きさがよくわかりますね。なあち、右下がですね、これは私は人間が作ったものでもないし、自然が作ったものではないというふうに考えています。なあち、エイリアンですね。となると、左上の上のね、カンボジアのそのバライが、まあ同じように考えて、どうしておかしいかというふうに繋がっていくわけです。まあ続くビデオはですね、その、それについて作ったものです。どうかご覧ください。Bye for now。